愛知熱田神宮をスタートし、三重伊勢神宮まで全8区間 106.8 キロで日本一を競う全日本大学駅伝。11月5日にスタートを迎えるこの駅伝は、この10年間で他の駅伝に比べて最も熱い戦いが繰り広げられてきました。そこで今回はここ10年での名勝負4つを抜粋してお話しさせていただければと思います。では行きましょう。まず最初にご紹介させていただくのは第47回大会です。この大会を説明する前に、当時の区間ごとの距離をお伝えしておければと思うんですが、当時は現在のように7区、8区が長い区間ではなく、8区のみが長距離区間という形でした。そのため、後ろに残す枚数は1枚でよく、戦略的に各大学はその分1区、2区、4区、最長区間の8区にエース格の選手が分散し配置することが多い印象でした。そしてこの47回大会前の最初の下馬評は、圧倒的に最強世代が4年生になった青山学院大学が優位というものでもありました。当時の青山学院大学はまさに流れに乗っている状態で、1月の箱根駅伝で神野選手の山の爆走と復路の快走で総合記録も10時間台大差をつけ初優勝を遂げます。その箱根駅伝から抜ける4年生も2人のみであり、新4年生の学年は他大学に対して入学時からタイム面、戦力面でも確実に勝っており、それは4年生になってからも同様な状況でした。さらに全日本大学駅伝前の出雲駅伝でも怪我で離脱した神野選手抜きで優勝。この神野選手が戻ってくる全日本でもおそらく優勝し、3冠をこの年取るだろうと思われていました。しかしそこにはこのままで終わるわけにはいかないと思っている大学がありました。それが日本一の栄冠にはまだ輝いたことのなかった東洋大学でした。東洋大学はこの年服部兄弟を主軸としており、その一秒削り出せのテーマのように、大学のカラー的にも泥臭く勝つというところがあり、当時の青山学院の華やかさとはある意味相反している大学でした。当時は青学が箱根優勝後に他大学以上にメディアに出演していたこともあり、原監督は陸上競技を広めるために出演していましたが、その点も駒澤、東洋は打倒青学を意識するようになっていくきっかけでもありました。そうした背景があり、当日へ区間エントリーですが、青学は今見ると激強メンバーで、後半区間も上級生を固めるなど強固なオーダーでした。一方、東洋大学は2大エースの服部兄弟を1区、2区に使うという先行逃げ切り型オーダーで、服部兄弟で首位に立つのはマスト、その後ろの選手がどれだけ粘れるのかというオーダーでした。そしてレースが始まります。1区東洋は兄服部勇馬選手、青学は一色選手と競り勝つのも当時ギリギリの相手でしたが、ラスト1キロで早稲田中村選手が出れば、その後服部勇馬選手も猛スパートでわずかに一色選手に競り勝ち、区間賞を勝ち取り、弟東選手へ。前年の全日本では1区で遅れてしまった東選手には、この順位で走るのはまさにリベンジの時と言っても過言ではありませんでした。走り出せば青学の実力者小倉選手を離し、必死に顔を歪めながらもラストスパートをかける姿は、まさにその1秒を削り出す走りを見せ、首位でそのままタスキを渡し、2位の駒澤大学とは26秒、3位の青山学院大学とは35秒の差をつけます。そしてスピード区間の3区では、さらに東洋口町選手も区間賞と完全に流れに乗り、予想通り青山学院に対しここまで36秒の貯金を作ります。しかしここから本命青山学院大学の逆襲が始まります。4区久保田選手が東洋桜岡選手に対し前半から飛ばし、36秒差をまず追いつけます。しかしここで桜岡選手必死に粘り、ラストスパート少しでも前の位置で渡せるようにと、ラストスパートをさらにかけ久保田選手を引き離します。この魂の走りが後ろの選手にも通じ、ここから5区、6区でも青学に一度は追いつかれても、もうラストスパートで青学を離す見事なボディーブロー戦術がはまり、7区でも追いつかれながらも堀選手が離し、最長区間アンカー上村選手にトップでたすきリレー。後ろの青山学院大学神野選手との差は27秒差まで開きます。当初青学原監督は30秒差までなら神野で逆転できると話していましたが、故障明けの神野選手の体はうまく動かず、上村選手との差は開いていきます。そしてそのまま東洋大学が歓喜の初優勝のゴールテープを切ります。
今まで柏原世代、設楽世代でも成し遂げられなかった優勝にインタビューで普段冷静な坂井監督も唇を震わせ涙を流し、その苦しい時期の思いを口に出したことも非常に印象的でした。その後この2位の悔しさを胸に青山学院は箱根駅伝で独走の完全優勝を果たしますが、そのフレッシュグリーンの最強集団に唯一土をつけたのがこの1秒削り出す鉄痕集団だったのです。その大会から4年が経ち、全日本大学駅伝も区間の変更が起こります。それが現コースでもある7区の距離が伸び、7区、8区が最長区間となる変更でした。この変更により各大学は後ろにエース格の選手を残さざるを得なくなり、これが名勝負につながることになります。平成が終わり令和が始まったこの2019年の第51回大会の最初の予想は、東海大学が万全なメンバーであれば確実に有利という予想でした。というのも、そのさらに4年前に大学に入学した当時の選手たちのタイムは全大学でもこの東海大学が圧倒的1位であり、その選手たちのほとんどが順調に成長し4年生としてチームの主力になっていたためでした。しかしエントリーが発表されるとその予想は大きく変わります。なんと東海大学の黄金世代のメンバーのうち主力級の選手が故障で離脱したのです。このエントリーを諸角監督はレース後に、うちは将棋で言えば飛車、角、桂馬抜きだったと言います。この結果優勝予想は前年度優勝の青山学院、箱根優勝、主力離脱も黄金世代と他の選手層が厚い東海、スーパールーキー田澤廉選手が入学した駒沢、その前の出雲駅伝で大学駅伝初優勝をした國學院、当時日本人歴代最速の相澤選手率いる東洋という5強のまさに戦国駅伝の様相を呈していました。この周囲の声にエントリーしていた東海の選手たちがこの悪い予想に燃えないわけがありませんでした。主力級の4人がいなくても優勝へ、その思いで第51回全日本大学駅伝の当日を迎えます。そしてレースは予想通り混沌とした展開を迎え、1区ではとてつもないスローペースからスタートが切られ、箱根駅伝予選会で敗退した城西大学荻窪選手のまさかの区間賞から始まれば、2区では各大学がごぼう抜きを開始、國學院の浦野選手が8人抜き、東京国際大学の伊藤選手が13人抜きでトップに立てば、順天堂大学橋本選手がコースを間違えるなど目まぐるしい展開へ。3区に入れば東洋大学の大エース相澤明選手が10キロを27分30秒で入る怪物ぶりで一気に先頭に立ち、後続に39秒差の差をつけます。これで東洋が流れに乗るかなと思えば、5区で西山選手が思い通りの走りができず、優勝候補の東海大学がついに首位に立ちます。さらに次の6区でも郡司選手が区間賞、このまま東海が勝ち切るかと多くのファンが思いましたが、この駅伝ではそうはいきませんでした。東海7区を任されたのは松尾選手、しかしその背後から前年度王者のフレッシュグリーンの襷が迫ってきます。それが当時3年生の吉田啓太選手でした。吉田選手は区間2位ながらもじわじわと詰め寄り、ついにラスト前で先頭に立ち、そのまま少しの差をつけ首位で襷リレー。ただ松尾選手も懸命に粘ります。そこにはコースの途中で応援をしてくれた同じ4年生の姿がありました。松尾選手も粘り2位で襷をつなげます。この勝負の行方はアンカーに託されることとなりました。青山学院大学のアンカーは2年生の飯田選手、一方東海大学のアンカーは3年生の名取選手でした。この名取選手は長野の名門佐久長聖高校出身で、都大路でも快走を見せ、鳴り物入りで東海大学に入学したものの、怪我の影響で思い通りになかなか走れておらず悔しい思いをしていました。しかしこの年監督の諸角監督、通称諸さんに再生工場と銘打たれた練習で、とにかく山道など長い距離を踏み怪我をしなくなり、このアンカーに自信を持って任されることとなります。名取選手自身も自信を持ち、一定のペースで押し続ける得意な形に持ち込んだことで、飯田選手はそのうち離れ、名取選手は今までうまく走れなかった全ての思いを胸に1位でフィニッシュ。やってきた練習の全てが結果につながった瞬間でした。この優勝は主力が離脱しても強い気持ちで挑み続けた、まさにチーム東海の勝利だったと言えます。
その激戦の翌年、コロナウイルス感染拡大で大会開催すら危ぶまれた全日本大学駅伝で再び名勝負が起こることとなります。この年の全日本も戦国駅伝と予想され、コロナ明けということもあり、春のトラックシーズンもなく、選手の状態を把握するのが難しいという点においては、今までの大学駅伝で一番優勝予想も難しい駅伝でした。その中で前年優勝し、名取選手ら4年生3本柱を中心に強い選手たちと、ルーキー石原選手を擁する東海大学、吉田啓太選手と神林主将と、選手層の厚さがある青山学院などが有力視されていました。そこにもう一大学優勝戦線に絡むと予想されている大学がありました。それが平成の常勝軍団、駒澤大学でした。駒澤大学は全日本では第46回大会、箱根では84回大会以後優勝から遠ざかっており、さらに箱根ではシード落ちも味わいます。その悔しさを一番に感じていたのが当初大八木監督で、復権への思いから指導法も改め、勝つことへの執念を監督自身が取り戻していました。さらに2年生の田澤選手が押しも押されぬエースとなり、駒澤大学は苦労を知る4年生と若い力で優勝候補にも挙げられる戦力にまで戻ってきます。そして区間エントリー、各大学戦力を分散させながら、東海大学は3区、4区に塩澤、石原両選手を入れ、長い7区に西田選手、8区に名取選手というオーダー。青山学院は7区、8区に神林、吉田両選手を入れる後半型のオーダー。駒澤大学もポイントの区間には4年生を入れる安定感のあるオーダーに、アンカー8区に大砲田澤選手を入れます。このアンカー区間の名取選手、吉田選手、田澤選手が並んだら面白い展開になる、駅伝ファンの多くが思いました。結果としてその展開が起こるとは誰も知らずに。大会が始まれば、1区でルーキー時代の順大三浦選手が区間新記録の快走を見せれば、東海大学は2区で失速。同じように駒澤、青山学院も振るわず、総合順位がそれぞれ9位、14位と波乱の展開を迎えます。しかし3区では東海塩澤選手が6人抜きを見せエンジンをかければ、4区ではスーパールーキー石原選手が区間賞で5人抜きの快走、順位も東海大学は6位まで上げればそれに続くように、駒澤大学も7位、青山学院も3区中村選手の構想もあり、この時点で4位までに順位を上げてきます。この4区終了時点で首位だったのは、ここまで3区からレースを引っ張っていた早稲田大学でした。しかし5区で青山学院佐藤一世選手が区間賞で2位まで迫ってきます。そしてついに6区で7位から東海長田選手が周りと牽制しつつも中盤から快走し、青学早稲田を抜き、ついに首位へ立ちます。ただこの6区終了時点での順位は、首位東海から6位青山学院までの差が23秒であり、優勝争いはまたしてもこの残りの長距離2区間で決まることとなります。まず勝負の7区3強で快走を見せたのは、青山学院の苦労人主将神林選手でした。神林選手は苦労の4年間を全て出し切るキャプテンとしての魂の走りを見せ、一気に首位に立てば東洋西山選手、東海西田選手ら有力選手を離し、2位に39秒差つけ、アンカー吉田啓太選手へ襷を渡します。これで青学の優勝は決まったかもしれないと多くの視聴者が思います。ただこれだけでこの物語はもちろん終わりませんでした。後ろでは昨年優勝決定づけた名取選手と新たな怪物田澤選手が並走し、前を追う展開に。ぐんぐんとその差を詰め、ついに8キロ過ぎ先頭に並びます。この時それぞれの監督たちが、このアンカーで負けたらしょうがないと思い、固唾を飲んで見守っていました。それだけ胸が熱くなるエースたちの激突でした。すると10キロ過ぎで青山学院吉田啓太選手が遅れます。当時吉田選手は本調子の力を発揮できず、この後さらに順位を落とすこととなります。優勝争いは駒澤田澤選手、東海名取選手の2人に。お互いの走りのタイプ的に、田澤選手はスピードに自信を持っており、ラスト1キロまで一緒に走れれば勝てる。一方名取選手はスタミナに自信があるタイプで、じわじわと田澤選手の体力を削るという思いで終始ペースを引っ張り続けます。勝つためでも終始引っ張り続けるこの姿勢には、4年生の意地を感じさせる走りでした。ただ田澤選手もしっかりとつき、大八木監督からも自分の仕掛けたいところで行きなさいと全幅の信頼を得て、ついに 18.5 キロ過ぎ残り1キロで田澤選手がスパートをかけます。名取選手はスパートに備えていたのですが、足がついていかなかったというように、とてつもないスパートで名取選手を振り切り、そのまま常勝軍団駒澤が6年ぶりの日本一のゴールテープを切りました。
そこには久しぶりの優勝を勝ち取った新エースの姿と思いを変え進化した名将の姿がありました。レース後、厳しく寡黙な東海諸角監督がペースを引き続けた名取選手に対し、よくやったと名取選手を称えたことが、いかにこの大会が凄まじいものだったのかを表しているでしょう。その名勝負のまた翌年、前年度に続きまたドラマが生まれます。この年は出雲駅伝で東京国際大学が初のタイトルを獲得し優勝するなど、この全日本もどの大学が勝つかわからない戦国駅伝が予想されていました。その中でも前年度全日本箱根王者の駒澤と選手層の厚い青山学院が距離の伸びる全日本ではやや優勢ではと思われていました。駒澤は3年生エース田澤選手を主軸として、諸問題はありつつも新しい駒澤を作り上げていました。特にこの1年の田澤選手の成長は素晴らしく、5月の日本選手権で 1万メートル 27分39秒をマークするなど、その目は学生陸上ではなくすでに世界へと向いていました。対する青山学院は今までの圧倒的な強さとはいかないものの、選手層がとてつもなく厚く、急成長してきた3年生近藤選手を主軸に苦手な全日本でも優勝を狙っていました。なお、この年も原監督は記者会見で男前大作戦を発表しますが、場内は失笑。そのため優勝にも暗雲が立ち込めます。当日区間エントリーが出れば、どちらの大学も三大駅伝初出場の下級生を並べながら経験豊富な上級生も置くというオーダーが見られていました。特に長距離区間7区に配置された大エース駒澤田澤選手と青学の新エースに成長してきた近藤選手の対決は見ものでもありました。ただ王者駒澤は春好調だった選手たちを欠いたように万全とはいかない状況でした。レースが始まれば序盤はやはり混沌とした展開。1区で中央吉井選手と駒澤佐藤常治選手が接戦を演じ、佐藤選手が区間賞を取ったものの、駒澤は2区で10位まで総合順位を落とします。そう思えば3区ではビンちゃんこと東京国際大学の史上最強留学生が相澤選手の区間新記録を更新する走りで先頭に出ます。さらに5区では今度は古豪早稲田大学が先頭に、6区では再び東京国際が先頭というように、コロコロと順位が変わり、残すはまたも最長2区間、先頭は東京国際、後方ではなんと青学近藤選手と駒澤田澤選手が同時スタートします。 10m から 15m ほど近藤選手は田澤選手から離れた状態でペースを押し続け、前を行く田澤選手が先頭のまず東京国際を捉えます。そして一別もくれず前に出ます。さらにペースアップ、この姿はまさにエースの走りでした。そのまま先頭で7区日本人歴代1位のタイムで襷リレー。ただ後ろの近藤選手も歯を食いしばりながらしっかりと踏ん張り、東京国際を捉え2位でそのフレッシュグリーンの襷をつなぎます。青学原監督は7区途中でこう話していました。10秒差以内でアンカーに渡れば優勝のチャンスはある。その差は中継所で18秒、全ての勝負はまたこの年もアンカーに委ねられます。駒澤は夏合宿でしっかりと練習をこなし、長い距離には自信のある花尾選手。対する青山学院は2年前に東海名取選手に逆転を許した4年生キャプテン飯田選手でした。全日本の借りは全日本で返す。そんな飯田選手に原監督から出た指示は、追いついたらじっくり貯める。去年の田澤選手を意識し勝ち切るための指示でした。その指示通り飯田選手は8キロで追いつきます。そこからこの2人の長い並走が始まります。この時逆に駒澤花尾選手は後ろから追いついてくることは分かっていた、だから前に出させたくなかったし後ろに引いたら負けだと思ったと話すように、一度も飯田選手を前に行かせずに自分がペースを引っ張ります。普通の長距離の心理戦の場合、後ろにつく方が心理的にも圧倒的に有利ですが、この花尾選手の一歩も譲らない強気な姿勢が逆に勝負に迷う青学飯田選手を追い込むこととなります。息は上がり徐々に余裕がなくなっていき、最後は花尾選手が飯田選手を離し切ります。そしてそのまま2連覇のフィニッシュ。全日本2連覇、絶対に負けないという強気な姿勢が勝利の女神を駒澤に振り向かせたのです。これと対照的だったのが2位の青山学院大学。飯田選手はゴール後ごめんと仲間に抱えられ、その目には涙が溢れていました。この敗北から青山学院は迷ったら攻めろのテーマのもと、箱根駅伝で2年ぶりの優勝を成し遂げることとなります。
いかがだったでしょうか。ここ10年の全日本は本当に名勝負が多く、アンカーでの逆転劇も非常に多いです。これはひとえに8区の長距離区間にあると思っています。この逆転劇こそ全日本の魅力ではないかと個人的には思っています。このチャンネルは今後も大学駅伝に関する動画を上げていきますので、よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。